まず、うつ伏せ、ね、腹ばい下向きになります。手のひらは、ね、胸よりですね、やや下あたりに置きます。脇をこう締めた状態にして、まず下を向いてください。おでこを深くつけて、まず鼻から吐いて、お腹を横に出します。吸う息で上体を起こしてください。腕の付け根には力が入らないように、リラックスした状態です。目線は前を向いて、腹式呼吸を続けてください。腰にかなり負担がかかるポーズですので、腰痛のある方ね、ポーズしている最中痛くなった方は、このポーズはすぐにやめてください。目線前に向いた状態で、こう、肩甲骨と肩甲骨の間、こうと意識して、ね、こう閉じるような形を作って、目線を前にして、これもですね、負担が大きいポーズになりますので、一呼吸から二呼吸行ってください。終わったら、ゆっくりとうつ伏せになってから、膝立ちのようになって戻っていただきます。